ほど深井から福田という流れで先制点を取りました岩手グルージャ盛岡。前半25分が経過。ウニクラのボールゴール前、さあこれはどうだ、決まった、ゴールが認められました。岩手2点目、追加点を挙げた。最後は4番の米原でしょうか。前半の26分で2得点。さあ見てみましょう、ゴール前最後米原の背中に当たっていたんでしょうか。キーパーと江頭米原が重なり合ったところ、背中に当たってゴールです。米原の背中でゴールがおそらく決まったと思われるんでしょうが、公式記録がどうなるのか。いずれにせよ前半で2得点。